プラナリアっていうのはどういった生き物なんですか？ですね、今日はあの説明するよりも最初にあの小峠さんに見てもらうという。うわ、これすごいです。なんかちょっと小峠さんには今日早速これでプラナリアを見ていただきますので。今からですか？今からです。いきなり？はい。実際に見てみないとですね、そのプラナリアの面白みがわからないので、はい、ちょっと顕微鏡見んのなんか。これ？はい。うわ、すげえ。これ？これです。今これ？これです。なんだこれ？エイジ可愛い。うわ。エイジ6歳、小学校1年生なんだ。あ、可愛い。耳が結構尖ってる。顔みたいになってますね。目が2つあって。目が2つあって。あれ目ですか先生？目です。目です。でもあのプラナリアはだからあの変形動物と言われてるんですけども、まず平らであることは分かりますね。分かります。それから左右がこう総称ですね。はい。これだけ見たらね、肉眼で見たらちょっとね気持ち悪いって思うんですけどね。そうなんです。こんな可愛いとは知りませんでしたね。可愛いプラナリア。はい。ああ。もう本人が言うことねえよ。プラナリアじゃねえんだよなんか。今日で最後だよ。言うことねえだろこの先生きてきて。いやプラナリアじゃねえよとか。プラナリアが生きてる。こうやって胃で溶かされた栄養はこう動き回ることによって全身に行き渡らせる、そういうふうなことをクラゲはやってる。いやこれすげえな、こんなまじまじ見えないもんな。じゃあですね、これに餌をあげてみましょうか。餌、餌って何ですか？餌ってこれのこれね、アルテミアっていうエビの赤ちゃんです。で、そうそう、上げてみてください、小峠さん。はい、そっとね、そっと。これも今やっていいんですか？中に入れて空気入れないようにして。で、母さん、はい、どうぞ。あ、これね。クラゲの裏側に。いっぱい。見えた。すごい。難しい。エイジンの笑顔が嬉しい。素敵な、楽しそう。共感の笑顔が見えます。エイジン、刃可愛いね。これ。エイジン、映えてるね。タレ目も可愛いですね。映えてるね。垂れ目も可愛いですね。抜いて刺す、抜いて刺す。それ刺し足。これ刺す。これで刺す。これはまあ刺し足。刺し足。それは音が出にくいってことですか？そうですね。抜いて刺す。はい、抜いて刺す。はい、これが刺し足。で、それからまあ浮き足。浮き足。ということで、つま先から足を下ろす。まあそういうやり方です。それからまあ犬走り、犬走りということで、まあ四つん這いで歩いたり走ったりする。ああ、四つん這いでこうやってこういう感じで、はい、へえ、すごい体力いります。しんどいですよね。すごいしんどい。これ意味あるんですか、じゃあ犬歩きは？遠くから見て人間じゃなくてそこに動物がいるという。ああ、なるほど。すごい、めめめさん。ああ、そのために犬走り。はい。ほう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 。それから狐走りということで、つま先を立てて四つん這いで歩く。拷問みたいな歩き方ですね。きついです。こんなもん。犬走りよりもっとしんどいですよ。きついです。つま先、それ可能なんですか？つま先。こういうことですよね。そうですね。これが犬走りですよね、きっとね。はい。その狐走りはもうこういうとことですよね。あ、そうですね。しんどい、走れるのかなそれ。やってみてくださいよ。ねえ、きついっすよね。生まれたてのエイジ可愛いね。いや別に生まれたてやってるわけじゃねえよこれで。別に生まれたてをさ、どうしてるわけ。狐走りをやりてんだこうやって。やってみてください。これ走れないわ先生。キツネ走りは実用性ないですねこれ。だって犬走りはまだいけますよ。これですもんね。ああ、そうですね。これね、はい、犬走りね。キツネ走りはもう、こうなっちゃうんですよ。これ どう考えてもその実用性がないと言いますかね。キツネ走りね。どこまで本当にやってたのかは分からない。まあ、それ分からないのはまあ忍術ですけどね。なるほど。はい。
ラバーハンドイリュージョンというラバーハンドイリュージョン錯覚体験をやっていただいて、面白そう。ここでいいんですか？はい、いいですか？ここから入れるってことですか？はい、うん、何、うん、なんだこんな感じで手を置いて、こっち、はい、あの膜の下に入れます、ね、あ、膜の下に、はい、うわー、なになになに、わかんねーよ。この手をずっと見つめ続けていただいていいですか？え、この手をずっと見るんですか？はい、へえ、面白そう。面白そう。で、何をするかというと、筆があります、はい、この筆でなぞっていきますね。変態だ。変態じゃねえよ、プレイじゃねえよ、そういうの。ちょっとイチャイチャしてもいいですか？あ、いや、全然全然しません。変態するって。あー、なになに、どうなってますか？くすぐったいですか？いや、くすぐったいです、くすぐったいです。わー、でもなんか変な感じだな。何？いや、そのこっちのね、なんか手を見てたら、もう僕も今自分の手もやられてるんですけど、うんうん、同じところがなぞられてるわけですよね、この筆で。そうですね。なんだろうこれ。何？すごい変な感覚だな。え、今幸せ？幸せですよ、それは。お前ね、気持ちいいことやってもらって。はい、じゃあちょっと見続けていただいて。はい。はい、うわ、すげえ。なんだろうこの感覚。なんかすごく不思議な感覚。不思議な感覚ですね。気になる。うん。うわー、びっくりした。おー、びっくりした。うん。うわー、びっくりした。おー、びっくりした。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 どうでしょう。うわ、ビビった。今どんな感覚でした？いや とてつもない、なんか今ほんと殺人鬼が迷い込んだみたいな。いや、怖かったですよ、今。今ちょっと痛いとか思いませんでした？あ、そうですね。だからあの手をやっぱりここにやられたのに引いちゃいましたよ、ね、手を引いちゃってますもんね。だから、あ、本当だ。これがそのボディーオーナーシップイリュージョンというやつなんですけど。いや、怖すぎるでしょ。もうこの手を自分だと完全に思い込んでしまう。おー、うん、いや、まさかこんな恐ろしい実験とは思いませんでした。大丈夫？ビビった、すげー。なんかすごく不思議な感覚。不思議な感覚ですね。気になる。うん、うん、うわー、びっくりした。うわー、びっくりした。いつも、YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます、これもですね、ひとえに、まああのまあ、この番組のファンの皆様、 VTuber のファンの皆様の、おかげだと思います、10万人、まあ、突破したということで、まあ、とにかくね、良かったんじゃないでしょうか、ありがとうございました。よくわかんないんだよな。チャンネル登録がまだの方はこの画面の右下にある僕の顔のアイコンを押して一緒に感動を分かち合いませんか。これからも超人女子戦士ガリベンガー V をよろしくお願いいたします。